カール・メンガーは、オーストリア及びアメリカ合衆国の数学者、ウィーン生まれ、父親は、著名な経済学者、カール・メンガーである。アメリカ合衆国入りのイシュー、ハイランド・パークで死去、主に大数学、曲線と次元の理論、幾何学を研究した。さらに、ゲーム理論や、社会科学にも貢献している。ハンス・ハーンに学び、1924年に、 ウィーン大学から博士号を取得。ライツェン・エヒベルトゥス・ヤンブラウアーに招かれ、アムステルダム大学で教壇に立つ。1925年、ウィーンに戻り、1928年に教授職を得る。1937年から1946年まで、ノートルダム大学の教授を務める。1946年から1971年まで、 シカゴのイリノイ工科大学の教授を務めた。また、一時期デューク大学でも教壇に立った。最も有名な業績は、シェルピンスキーのカーペットを三次元化したメンガーのスポンジである。これは、カントール集合とも関連している。メンガーのスポンジのコンピュータグラフィックスアーサー・ケリーとともに、距離気化学法の基礎を築いたとされる。特に直接測定できる。 物理量で角度と極律の概念の定義を定式化した。それらの定義で使われている特有の数式を経理メンガー行列式と呼ぶ。また、メンガーの定理にも名を残している。1920年代に社会科学と哲学を中心として活動したウィーン学団でも活発な動きを見せた。その頃メンガーは経済学の功用理論を応用して、 サンクトペテルブルクのパラドックスの重要な結果を証明した。その後、オスカー・モルゲン・シテルンと共にゲーム理論についても業績を残した。ありがとうございます。